もしかしたら踊り子さんもご推薦、炭火で焼いたごちそうはいかがかな。この番組は中部電力の提供でお送りします。行きつけ静岡ご飯、本日は河津町。伊豆の踊り子ゆかり、七樽温泉。ところで隠れ家的と呼ばれるレストランは数多くあれど、本当に隠れちゃってると失礼ながら突っ込みたくなるお店、それが日暮らし。訪れると滝水を使ったかまどご飯がいい具合に炊き上がっていました。竹林を眺め本日いただくのは、ご飯を焼きおにぎりにチェンジした金目干物膳。スタイルは自家製の竹炭を使って自分で焼く。ふわっとした油の旨味を損ねないよう焼きすぎには要注意。わざわざチェンジした焼きおにぎりは山椒醤油、吹き味噌の2種類。特に吹き味噌は香ばしくて甘うま。おや、日暮らしの鳴き声が聞こえてきたぞ。